皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校2年生算数100より大きい数4、5時間目の内容です。これまで10のまとまりが3個で30、10のまとまりが8個で80のように、10のまとまりが10個より少ない数を学習してきました。今日は10のまとまりが10個より多く出てきます。10のまとまりをたくさん集めた数を求めましょう。問題、10を13個集めた数はいくつですか？今までの学習で習った方法を使って解くことはできるでしょうか？課題、10をたくさん集めた数を求めましょう。どうすると数えやすいでしょうか？13個を10個と3個に分けて考えてみましょう。10が3個集まると30ですね。10が10個集まると100ですね。100と30を合わせると130になります。考え方をまとめましょう。13個を10個と3個に分けて考えます。10が10個で100、10が3個で30、合わせると130になります。だから10を13個集めた数は130です。できましたか？では練習問題をしてみましょう。練習問題、10を28個集めた数はいくつですか？28個を20個と8個に分けて考えます。10のまとまりが8個で80になります。10のまとまりが20個だと200になります。200と80を合わせると280になります。考え方をまとめましょう。28個を20個と8個に分けて考えます。10が20個で200、10が8個で80、合わせると280になります。だから10を28個集めた数は280です。学習のまとめをします。まとめ、10をたくさん集めた数は10が10個で100になることを使うと求められます。これで4時間目の学習を終わりにします。次は5時間目の内容です。これまで30は10を3個集めた数、80は10を8個集めた数であることなどを学習しました。ここでは100より大きい数を10のいくつ分で表す学習をします。問題、160は10をいくつ集めた数ですか？今までの学習で習った方法を使って解くことはできるでしょうか？課題、大きな数を10のいくつ分で表しましょう。どうすると数えやすいでしょうか？160を100
100と60に分けて考えてみましょう。100は10をいくつ集めた数でしょうか。100は10は10個集めた数ですね。60は10を6個集めた数ですね。10個と6個を合わせると16個になります。考え方をまとめましょう。160を100と60に分けて考えます。100は10を10個。60は10を6個。10個と6個を合わせて16個。だから160は10を16個集めた数になります。できましたか？では練習問題をしてみましょう。練習問題。250は10をいくつ集めた数ですか？250を200と50に分けて考えます。200は10をいくつ集めた数でしょうか。200は10が20個。50は10が5個。20個と5個を合わせると25個になります。考え方をまとめましょう。250を200と50に分けて考えます。200は10が20個。50は10が5個。20個と5個を合わせると25個になります。だから250は10を25個集めた数です。学習のまとめをします。まとめ。大きな数を10のいくつ分で表すときは、100は10が10個分であることを使うと求めることができます。これで5時間目の学習を終わりにします。